フィードバック、ハブとは、Windows 10、Windows 11における問題の報告や、機能の提案を、マイクロソフト社に直接フィードバックできるマイクロソフト、ストア製の UWP アプリの一つである。アプリのバージョン1.1811、108,622.0では、翻訳の修正も可能となっている。以下、アプリのバージョン1.1811、 108,622.0の情報である。同様に、アプリ内容語については太字で、サインアウトされた状態で制限される機能については、下線を引くことにする。基本は、大きく、ホームフィードバックランゲージコミュニティページからなる。起動時に表示される画面である。俗に言うスタートページと言える。各機能やヘルプ、Windows Insider の案内がある。 また PC の評価や Windows 10を評価することは、ここから行える。すべてのフィードバックページと、マイフィードバックページについて、コレクションについて、下書きページについて、新しいフィードバックの追加ページについて1、お客様のフィードバックに、カテゴリー3、情報の追加情報という手順で構成されている。1、お客様のフィードバックに、カテゴリー3、情報の追加情報すべて必須ではない。 しかし、マイクロソフト社がより理解を深められるようにするためにも選択しておくと良いだろう。Windows 10でアプリの使用中に不定期的に Windows の通知にてアプリの評価が求められることがある。外観はホームから行える PC の評価や Windows 10を評価するを選択した後に表示されるページと同じものになっている。 Google Chrome Web ブラウザーなどの他社製アプリの評価も求められる場合もある。もともとは個別のアプリケーションであった。アプリのバージョン1.1811-108622.0ではフィードバックハブと完全に統合していない。言語が英語の場合は別の言語を追加する必要がある。以下、フィードバックハブアプリのバージョン1.1811 108,622.0の情報である。同様に、アプリ内容語については太字で、サインアウトされた状態で制限される機能については、下線を引くことにする。大きく概要、投票、履歴タブからなる。俗に言うスタートページと言える。各機能の案内がある。ユーザーが提案した翻訳が、元のものとどれが的確かを考えて投票する。機能である。 どれもふさわしくない場合は翻訳の追加ができる。投票ページの履歴、動向が一覧化される。状態はレビュー中、選択されていません。実装用に選ばれました。翻訳が実装されましたの4種類がある。フィードバックハブ両方。ありがとうございます。